なんかちょっと反応っぽいのがあるんで、浅瀬ですけどやってみようかなと思っていろいろ準備してたら、魚たちが通り過ぎていくっていう、難しいね。とりあえずちょっとやってみますか。移動してきたんで、今日はとりあえず平らますかね。ちょっとリスクヘッジを、重心40ぐらいですね。お、当たったけどな。今お、近い近い近い。お、あー外れた。今のタイヤったかもしれん。結構引いてたんでね。お、来た。ヒットアイ。これはなんだ？あ、抜けた？抜けたやん。乗ってこないってどういうことや。まあ、タイとは違う感じがしたけど、乗りが悪いな。角度もついてきて、今一回ポンとあったけど、来た。お、来たぞ。これはお、ジジッといって、これは何でしょう。さっきよりは全然大きいです。おおおおお、タイタイかもしれません。よっこいしょい。こうなったらもうバレんやろ。何でしょうか。さあ、ん？見えました。お、赤いタイじゃねこれ。タイヤー。えい。できました。マダイ。本命ですね。出ないから、さっきと同じぐらいかな。30。はい、これもマダイ。釣れました。2枚目。君はついてるね。よし、乾杯。これタイじゃね。お、ちょっと大きいかもしれない。お、さっきよりは40ぐらいかもしれない。お、タイタイタイ。お、タイ。
お、サイズアップ確定。おお、おお、おお、いいタイでした。あれ、サイズの割にめっちゃ元気あったぞ。お、あれ、このサイズで あれ、あの動き引きか。はい、マダイちゃん3匹目。お、なんか来たよ。ん、なんか重いだけ。なんだこれ。ん、お、お、なんだこれ。なんかずしっと。お、なんだ。あ、タイか。あ、違う。え、ルグやないかい。頼むわ、仕掛け。おお、もともと切ったぞ。あー、これもフックかもしれん。タイかフックどっちかやな。あ、あ、カサゴね。ガッシーカサゴ。これまあいいサイズ。フグやんけ。誰やフグ。サバフグばっかやん。もうスタートのやつで今日は色全部色違いしかないですけどやります。あまり細かくね、テクニック的なことやってもしょうがないんで仕掛け変え、まあ何でも釣れると思います。ボトムにちょろちょろっと反応が。もうちっちゃい、なんだこれ。勝手に食ってましたけど、わお、タイだけどさっきよりちっちゃい。マジっすか。10センチないぐらいですけど。おお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 じゃあ帰りますか。ちょっとガソリンもね補充して。
今日ちょっと初めてで初めてで難しい。慣れないと。お疲れ様でした。いやー、やっぱりね、予想通り着岸の時はダメでしたね。ちょうどなんか近くのね、あの船を止めてる おじさんがいて、いろいろこうガイドみたいなしてくれたんでね、なんとか何回かやり直してこう止めることができました。これも慣れですね、慣れ。まあちょっと今日みたいなベタなぎでね、止めれないっていうのはちょっと致命的ですけど、ちょっと慣れたいと思います。ということで一発目無事に帰ってきました。ではまたどっかの海で See you。これ多分絶対来るやつ、ちょっと頑張って。ご視聴ありがとうございました。新しい動画をアップしましたらすぐにご覧いただくことができますので、まだの方はチャンネル登録をお願いいたします。また動画が少しでも面白いと思っていただいた方は高評価ボタンをポチッと押してください。コメントもお気軽にくださいね。ではバイバイ。